おはようございます。カモンマテリアル。マテリアルの高部五郎です。カモンユーヒュラです。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために、やっておる番組でございます。はい、ということで、はい、今日は、6月26日。そうですね。ね、はい、一応ですね、20日で、緊急事態宣言が解除されて、はい、で、引き続きまん延防止措置が、はい、発令されておりまして、はい、ということなので、お店の方はどんな感じなんでしょうか。お店は一応まん防の時もお休みという形にさせていただいております、はいはい、ということで、はい、まん防が解除されるまではまたしばらくクローズということですね。はい、はい、まああの、まあ、大阪だけじゃないんですけどね、あの9都道府県ですか、はい、一応解除にはなったんだけど引き続き、ほとんどが、はい、7 都道府県かな、はい、が、結局、まん防という形になってますんで、はい、はい、なかなかね、まん防辛抱というかなんか、あんま変わんないですもんね、はい、緊急事態とね、そうなんですよ ね、はい、一応あれですよね、基準クリアしたらそうです、ね、お酒類の提供も、はいはい、まあ、一応できるという形にはなってるんですけどね、はいはい、なかなか大変な感じになってるかなって、はい、まあ、しばらく辛抱が続くなっていう感じですね。まあ、辛抱といえば辛抱二郎がね、はい、ヨットでサンフランシスコまで着きましたねみたいな話が。すいません、収録の今日なんですけど、ニュースで入ってきましておおと思ってたんですけど、70日間太平洋ですよ。すごいですね太平洋70日間一人ぼっちですよ。もうなんかひげぼうぼうですごい人になってましたね、はい、まあ、無事にね、いやもう無事についてよかったなと思うし、はい、なんかなんていうんですかね、あの人だからもうね60代で、はあ、8年前の57歳の時に、はい、あのお二人であの横断しようとして失敗しちゃって、うん、そうですね、救出されてっていうのが、はいはい、あれは8年前やから多分、うん、あ、そうか、8年前そうなんですよ、65だったんですけど、はいはいはい、65でってすごいですね、俺ちょっとできるかなって、うん、あの50ですけどちょっとようやらんなと思うんで、すごいなと思うんですけど、ね、そうですね、うん、まあ、そういう意味ではちょっとなんかこう勇気をもらったというか、なかなかいい話がないというか、あのちょっと沈んじゃうような話が多い中で、まあ、ある意味ちょっとね明るい話なんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、うん、はい、で明るい話と言いますとですね、はいはい、今日6月26日なんですよ、はい、月末の配信でございます、はいはい、で月末ということは、お、はい、今日もね、はい、コーヒー飲みながら待ってますよもうね、あのアイスコーヒーを片手に持ってるっていうのはもうアイコンになってるというか、はいはいはい、定番になってきてるそうそうそう、ラインスタンプ作ろうか、せやな、せやな、もうもう、はい、番組ラインスタンプでも作るときにはね、ぜひあのアイスコーヒーをこう片手に持ってるっていうのをやりたいです、ね、はい、はい、ということで、もう皆さんお分かりですよねっていう感じなんですけども、はい、今日も、シスタケイさんですね、来ていただいておりますので、はい、お呼びしたいと思います。はい、シスタケイさん、俺は16茶で待ちすぎて半分なんて思ったわはい、ということで、今日もですね、はい、来ていただいたわけで、今日でもあれよね、なんかこう着てるのか、あの今日はあれですよね、あの上は今 T シャツになってるけど、そうそうそう、あの、まあ、ブランスタイリーですよね、これね、そう、このがね、あの、はい、アフリカンね、アフリカンバティックで、マスクと、あ、全部トータルコーディネート、そうそうそう、ね、そうなんで、でしかもこの帽子これかわいいよね、そう、見ていい？いいよそうそうそう、リメイク、そうそうそう、ここにね、そう、実はあの別にあのアフリカンバッティックとか全然関係ないねんけど、アフリカン布のあの、紐で、なんか寂しかったからね、うんうん、ピコピコした、意外と可愛くて、うん、今度これしようかなと思って、ね、コシタンタンと狙われてるんですよ、みんな持ってきて、次やろうやるわはい、ということなんですけども、毎月ね、来ていただいてまして、はい、そして先月はね、ぷかぷか歌って、そうなのよね、で今月は今月は、はい、もう夏が始まったから、そうね、
もうそのままサマータイム。わかりやすいな、もうほんまに。わかりやすい。これ真夏になったらどうすんの？え、そりゃもうそんなマイナーコード歌わへん。ああ、なるほどね。なるほどね。レゲエやな。レゲエやな、レゲエ、うん。もうそっち行くしかないな。そうそう、もう夏。ジャマイカンで行くしかない、ね。そう。1月、8月はレゲエやな。ああ、いい、いいと思います。いや、まあまあまあ、その辺でまた本領発揮していただいて。本領発揮しよう。ね、面白いんじゃないかなと思うんですけど。ちゃんとウクレレ持ってきたら本領発揮できる。自分で言うてる。ほんまや。はいはいはい。今日は、なんすか、あのウクレレでいつも通りやっていただくんですかね。そう、持ってきてん。自分の中で尻拭いした。あ、なるほどね、うん、なるほどね、はい、尻拭いしたということは、そうやねんそうやねんな、そうやねん、そうやねんな、そうやねん、またしてもいつものウクレレを忘れたスタジオには、まあ、置いてきたんよね。そうなの、まあ、ちょっと取りに行けなかったんで今日は。そう、はい、家で探した。はい、でしかもね、なかなかないやつやもんね。そう、六弦ウクレレって言って ね、あまりメーカー言ったかん違うから、うん、メーカー言われへん、ね、言わへん、うん、はい、気になる人はあの動画アップでじーって見て、はい、自分で探ってもらったらいいけど、はい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 、言ったかん、ごめんねクムウクレレごめんねやっちまった完結もやっちゃう。今んとこまともに来れてないよね何か忘れてるね。そうやね、まだ1回も成功してないよねしかも前回はあの忘れるとかじゃなくて、なんかわけわからんサンダルとかあるやろ、あの郵便取りに行く新聞とか郵便とか取りに行くだけの歌詞も忘れたんや。歌詞は持ってきたんじゃない、前回は。持ってきたっけ。前回は持ってきて、分からない。前回は歌詞は持ってきて、歌詞は持ってきた言ってきて、歌詞は持ってきた言ってた。で、あの、あ、チューナー忘れたんや。そうそうそう、うん、そうや、もう今日なんかチューナー持ってきてへんからもう、うん、知ってる。もうウクレレケースごと忘れたから、ウクレレそのまま持ってきたから家にあるウクレレもう諦めてもそのまま行った。意味でできるわ思って、もうチューナーなくていいわと思って。はい、ということでチューナーなしなんですけど。結局見つかってないのね。マジで？先月から。嘘。マジ？ないねまだ。ないね。入っちゃった。で、チューナーでこの友人のやつ。はいはいはい。音さね。そうそう。ないね。そうなんや。なんか隠れへんかな。誰か A の音鳴るやつくれ言われてるよ、みんな、みんな言われてるよ。 A の音、あのあれじゃなくて、大きい独り言始まったよ。ラーが鳴ればいい何でもいいからくれへんかな大きい独り言始まってるよ。はい、という感じで大きい独り言も出たところで、何でも出るからね、うん、そう、はい、サマータイムは別になんかそのこう思い入れがあるとかそういうのは特になく、なんか特にはないな、うん、特にはないけど、うん、こうサマータイムをライブでしようって言って歌詞を見て、うんうん、私内容がわからないと歌いたくないから、英語で見て、うん、で自分なりに訳していたら森歌なんやと思って、なんかその表情とかが出てくるのよね、うん、布団がこうファーって、うん、うもあれうもなうもなの、うん、ファーンってなるやつ、ファーンってなるですね、っていうのが出たりとか、うんうん、泣かないで泣かないでって言ってて、いやすごいね、こうやってただただサマータイムって男女の歌とかそんな感じなのかなと思ったら、意外と私恋愛ソングは苦手やからそうなんや、そう、あんまりよくわかんないやん、入り込めないからやけど、そう、子供の歌とかめっちゃいいなと思って。ちょっとごめん、ちょっとごめん、突っ込んでいい、うん、ナイトアンデイってあれラブソングちゃうかったっけ、あれジャーメリックそっか、メリックがあのラブソングにしてもだよね、はい、了解です。わかりました、はいはい。それを心を込めて歌ったんや。ね、心を込めて歌ったよね。はい、はい、はい。もうレコードになってますからね、皆さんね。レコードプレイヤー買ってくださいね、一緒にね。はい、いや、でも本当に音は全然違うからね。そう。で、それをまたね、聞いてほしい。音楽とは、うんうんうん、みたいな。まあ、そういう意味では、そのアナログのね、あの復活が、うん、まあ、最近はね、
結構されてきてるんで。みたいな。レコード売れていってるから。でもそんなのマスタリング次第やで。ペラペラのままプレスしたらペラペラやから。いや確かに確かに。それはその通りそうです。ね。まあまあ、とりあえずね、いい音。いい音をこれから聞いていただきたいということでレコードを、レコードで発売されてるんで、皆さんよかったら、よかったらというか、まあもうまだあるの？まだもうちょい100枚あるかな。あ、100枚ぐらいしかないらしいんで早めに入れた方がいいですよ。はい。もうね、よかったらこの辺に出しておきますんで、お問い合わせいただければと思います。どんな曲やろうと思ったら、はい、ドンペン。ドンペンのナイタンデーで YouTube 調べてくれたら原曲が出てくる、はい、なかなかあれもいいですよね。はい、いいですよあれは、はい、ね、あれで聴いてくれた、これをどうアレンジしてんのやろうと思いながら聴いてくれればいいやねと思ってます。はい、ということなんですけども、今日はそのナイタンデーではなくてめっちゃナイタンデーの話してるやん。ナイタンデーではなくて今日はサマータイムなんですよね。そうそうそう、はい、コウモリ歌っていうことはい、今から、ナイトアンデーじゃなくてサマータイムをなんでナイトアンデーを歌っていただきたいと思います。そう、サマータイム、はい、ちょっと涼しげな歌なので、今ちょっと夜は涼しいし、もうなんか夏やのにまだ暑くないなみたいな時にちょうどいい楽曲かなと思っております。はい、はい、ということで、サマータイム歌っていただきます。よろしくお願いします。いただきます。はい、
抜け抜け止めるまで。ざわざなんて心地いい日々よ。空高く高く舞い上がる。誰もあなたを傷つけたりはしない。だから泣かないで可愛い。はい、ということで、終わりました。ありがとうございます。はい、サマータイムっていうことでね。ね、あの僕の年代の人間はサマータイムって言ったらチューブになっちゃうんですけど。え？いやでもね、あのそうそう、その今日歌ってくれたサマータイムはあの CM とかでもね、実はちょっと使われてたりとかして、ね、多分聞いたことある人はたくさんいらっしゃると思う。どんな歌やろと思って聞いた、始まったらあみたいなね。あと何だっけ、あのほら何だっけ、あのコーラスグループでなんかミスターサマータイムかなんかって歌わなかったっけ、なんかミスターサマータイムとかなんかっていうやつ。私に聞いてる。うん、聞いてない聞いてない。この人に聞いてる。ああ、ここに顔出さない。高橋さんはものすごいそういうあの歌詳しいんで。はい、はい、まあまああのこうやってね、あの季節に合わせてね、その時々の歌を歌っていくっていうことになると思うんで。ね、難しいわ、ね。なかなか選曲も難しいし。3ヶ月に1回やったら春、夏、秋、冬分かりやすいんやけどね。そう、毎月になるとね。そう。2、3、はい、2ヶ月目と3ヶ月目、はい、めちゃくちゃ迷う。まあ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 、とりあえずね、来月、7月で8月って、まあもう夏真っ盛りになると思うので、ね、はい、夏真っ盛りはまた完全にもうこの7月8月は安心してる、はい、あ、ね、まあさっきの話じゃないですけど、ジャマイカンでね、はい、もともとそっちが得意な方なので。そうやね、はい、そっち選べるから曲も自分の中からどれ歌うかなみたいな、はい、それを皆さん、来月も再来月もまた楽しみにしていただければ、ね、レゲエとはやりましょう、はい、と思います ね、 ね、はい、はい、ということで、今日も月末レギュラー志佐圭さんでした、はい、はい、では行きます。あゆみ、はい、おはようございます。おはようございます、はい、はい、お店の情報を、はいはい、ないです。ないです、ないです、もう開けへんからな、開けてないので、まあでもレンタルスペースとして、はい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 、そうそう、使えるので、はい、まあ、イベント以外の
レンタルゲストで行けるので、あの個人的に使っていただく分には全然、はい、映画見たいぞとかで使ってもらったら、はいはい、ゲームしたいぞとかね、そうですね、はい、ボードゲームも置いてあるので、そうそう、ボードゲームもあるし、なんだったこの大画面でみんなでゲーム会、ね、大会みたいなのを家族で、はい、家族でね、はい、家族でマリオカートもできます、はいはいはい、なのでぜひ、はい、ご利用ください、はい、お問い合わせください、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ帰りまーすだってないんだもん、ないね、はい、はい、はい、高橋さん、はいはい、おはようございます、シネマコミュニケーター高橋です。シネマというのこのでございます、はい、ね、待ってるのは、まあ、イベントなんですけどね、今月あの IA の方にね、はいはいはい、出てもらいますんで、はい、明日も出ますんで、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。でね、その審査警察のねレコードのためにね、はい、私ずっと巻いてたレコードプレイヤーをね買いました、そうですね、はい、そうですね、あのシスター K さんのレコードの次にマイケル・ジャクソンかけるとね、すごいです、あれ熱ながるんですけど、まあそんな感じでやってて、あのちょうどレコード音源を FM 尼崎の方でも流させていただくことになりましたので ね、それまたちょっと聞いていただきたいなと思います、はいはい、で、この間はね星野源さんの作品をご紹介したんですけど、はい、今日は監督のためにガッキーの方で来たよ、来たよ、ね、ガッキーの映画は私2本しか見てなくて、はい、このミックスとあと花水木という映画、花水木、はいはい、それしか見てないんです、ね、はい、あとはいっぱいあるんですけど見てないね、はい、これはまああの元、プロボクサーと、はい、卓球チーム組んでいって、はい、こう、うんちくっていうね、はい、作品でございますけどね、はいはい、エイタとね、エイタですね、まあ、エイタの作品もあんまり見てなくて、エイタも電車男と嫌われマツコしか見てない、はいはい、見てない方の2人の作品でね、でもこの作品すごく面白くて、いろんな人がね、広瀬涼子さんも出るしね、そうです、あの一番なかなか豪華、そう、蒼井優さんが中国系のね、うん、役をやるんですよ、これだから脇役なんですけど、この作品で楽器よりも、うん、蒼井優さんの演技が良かったという印象でございます、はい、これまああの、ね、主題歌がシシャモが歌ってたのね、4年前、ね、そうですね、今になってまだ全然 ね、その時の名前はね、なんか割とそういうその出だしの作品やなと思って見ましたんで、はい、ここ16茶ございますけどね、はい、16茶飲みながら、ミックス見ていただきたいと思います、よろしくお願いします、はい、そして次はですね、先ほど夫婦のことを言っていただきますけど、また夫婦路線でございますけどね、来た、はい、懐かしいソフィーマルトのラブームシリーズですね、ラブームとラブーム2でございます、この時ね、そういうのぽっちゃりやったから、はいはい、割合丸顔のぽっちゃりが好きで、はいはいはい、ほっぺたがリンゴじゃないとダメなんですね、はいはい、このほっぺたがこう落とす人はダメなんです、この人はリンゴやって、はい、まあ、でもこれは当時13歳で1作目の方でデビューをして、はいはい、でまあフランスでヒットをして、そのまま日本でも来て、はい、日本でもそれ今でしょ、はい、VBK ですね、そうですね、2台、ね、そうですね、あのロードショーのね、はい、あの、はい、リンクトルのね、はいはい、あのどっちが1位やねんってね、もういつもなんかロードショーの、うん、あのその表紙はどっちやみたいな、そうですね、でちょうどブルックシューズが落ちてきた時に、はいはい、VBK とかソフィーマンソーかやったんですけど、はいはい、私はこっちです、はい、フィービーケーツだから細かったな、はい、こっち側でございますこれはまあでもまあフランスのね、あの割合いろんなところも映るということなんですけど、はい、これね1と2がありまして、1が愛のファンタジーというね、はい、主題歌が流行りまして、はい、で2作目が今度恋する瞳ですかねっていう作品が、曲が流行ったんです、はい、で今回紹介するから言って、あの家にねカセットテープあったはずなんですよ、うん、でもそれはなぜかというと、私が奥さんに両方と1も2もプレゼントしたんです、おー、なるほど、カセットテープ、はいはいはい、でなるかって言ったら、はい、そんな持てへんっていう話になりましたよ一緒にも見に行ったし持てへんっていうのが、はい、夫婦ネタでございますでこれね1でね、あのだからなんでカセットテープが言ったら、1でこのほら後ろから男の人が商品マイソンで、あのウォークマンね、なるほどなるほど、ウォークマンね、あれヘッドホンをねかけて、ヘッドホンかけて、はい、でその時に愛のファンタジーがなるんですけど、なるほど、それをしたかったためにプレゼントしたんですよでね、一回やったんですけど、はい、やったんですよ、そのまま、うん、このまだ付き合ってると、結婚してない時に、はいはい、ボリューム大きすぎて怒られました耳痛いわまあ、喜ぶよりもハッて震えるからすごい喜んだからさボリュームめっちゃ大きかったみたいで、はい、そんな思いの作品です、皆さん、はい、皆さんやるときはボリューム確認してからね、はい、やってください、はい、ほんで私ね、カセットも今デジタル化家でできるんで、はいはい、ちょっと探そうかと、なるほど、あげたをちょっと一回返してもらおうかなっていう思いでやっておりますね、はい、まだ見つかればアイアイなので、はい、あのカセットテープ音源として書きさせていただきたいと思います、はい、それでございました、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます。どうも、はい、
はい、ですね、はい、まあなんかあの月末はいつもなんかランニングをしてるような気分なんですけど、はい、いつも僕はなぜかね、なんでかわからないですけど、いつもなんか走ってるなっていう感じでやってるんですけど、はい、今日も走ってまいりましたという感じなんですね。猛烈に猛烈ダッシュで猛烈当たろうって感じですね。それでですね、はい、話してくれたよかった。で、ですね、ですね、それで、まあまあ、毎月ね、月末はね、シスターケンさんの、まあ、歌で、締めていただいたという感じなんですけど、はいはい、やっぱその季節季節でね、その季節の歌ってあるんですよね。だからやっぱそういう歌聞くと、こう、まあ、今ねなかなか出られないとか、はいはい、あっちゃいけないとかいろいろあったりとかするので、はい、でましてやその彼女も、まあ、たまに言ってるな、歌ってるな、歌に言ってるな、バリバリ歌ってる、もう思いっきりだって顔黒いもんな、焼けまくっとるもん。1月も忙しい。1月どうやって乗り越えようかっていうぐらい入ってるのよ、ライブが。はい、ということなんで、まあ、彼女の歌はそっちに聞きに行っていただいてもいいし、いやいや、ちょっとそういうとこ行くのはと思ってたら、こちらでね、はい、聞いていただければ、ね、はい、ちょっとまたいつもと違うラインの歌をね、歌ったりしてるんですけども、来月は多分いつものラインの歌にならないかなっていう感じになると思います。はい、よろしくお願いしますという感じですけども、そして来週は、はい、第2弾でございます。あ、第2弾続編きます。はい、はい、まあね、先週赤秀和さんの、インタビューを お送りしたんですけども、まあ、赤井秀和さんがダブル主演で出演される、ネバギバ新世界というね、はい、映画の、まあ、取材ということで、監督でありダブル主演一緒にされている上西雄大さんとお二人を、インタビューさせていただいたんですけども、今回はその後編ということで、はい、前回は基本赤井さんの今まで、あーはーはー、今まででどうして俳優になったのか、そういう、はい、なかなかコアな、お話もお聞かせいただいたんですけども、はい、でしかもあれですからね、今回の映画なんと、ノー NG で赤井さんが乗り切ったという言ってありましたね。ね、だからそれがどういう内容でどういうふうにできていったのかみたいなところを、まあ、今度は監督の、監督でもあるあの上西さんの方にもいろいろとお話を伺いながら、はい、お話、お二人からね、はい、映画のことをお聞きしてますんで、ぜひ皆さん次週、お聞きいただきたいのか、まあ、ご覧いただきたいと思います。はい、ということですので、まあ、今週は今週でまず、サマータイムで、子守歌ですから、そのまま聴きながら寝てもらってもいいんですけど来週は目パチッと上げて、はい、パチッと上げて、ぜひご覧になっていただければと思っております。はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、また来週。